パスなしで五角形を描く方法です。差し金を使います。と中心線出します。金で適当に引きます。はい、3線を5等分します。15センチでやるから0、3、6、9、12、15、これで5等分。これの半分の75も取っときます。これが中心線。そしたらここにね、今度正三角形を作ります。金を取って引いて、ここね、ここと15センチで作ったから、ここから15センチのところ、ちょっと10送りでいきますね。ここね、上から2番目の線とここの頂点の線をこう引っ張ります。で、今度はこの中心線からこの引っ張った線まで、この半分の75っていうのね、ここに頂点を書きます。いいの？ここね、ピッて書いとく。そしたら今度頂点とここをね、結びます。ピーッと。で、次は頂点と4番目の線を結びます。よいしょ、こんな感じで。で、こっからも、こっから75の頂点を取ります。したら今度これを結びます。はい、こことここの平行する線を出します。金を出します。ここね、ビャーっとバーっと引きます。この中心から今引いた線の各75届くところを積みつけます。で、これを結んでいきます。ここ今75つけたとこと上、これね。で、今度これとこれを結ぶ。75の頂点と下の75の頂点を結ぶと、はい、これでちょっと五角形ができたんですけど、見えますかね。こことこことこことここが一緒なの、五角形。以上、差し金で書く五角形でした。バイ。